化粧を塗り重ねても消えなかった肌のくすみが取れた実例を紹介します。患者さんの悩みで化粧を重ねても顔の黒いくすみが取れなかったというお悩みがありました。他にも足のむくみなどいろいろな症状がありましたが、その根本的な原因はお腹の冷えでした。患者さんが気になった部分は鼻の下から口の周り全体が黒くくすんでいました。この書籍によれば鼻の下は下腹部が該当して、口の周りは足が該当するとされています。僕が普段使っている顔の、配置図とは違うのですが、一般に公開されている中ではこの本に載っているのを参考にしました。下半身が冷えるのはお腹が冷えた時に症状として起こりやすいです。なのでお腹のおへその周りで硬いところを探して、その場所を緩めます。その後で足の血行を改善しました。セルフケアで行う時はお腹はおへその周りを触って硬いところを緩めてください。緩め方は便通を促進するマッサージがありますが、ほっぺたで言うと軽く押さえてこのように回します。おへその周りで硬いところを軽くタッチしてゆっくり回します。そして緩めます。これを何度か繰り返して、最初に触った時よりも柔らかくなるようにマッサージをしてください。1日で変わらなくても1週間もすれば柔らかくなってきます。ただ頑固な便秘の場合は硬いものが残るかもしれませんが、それは腸の内容物を触っているかもしれません。また腹筋が硬くなってしまって戻りにくい時も同じように硬くなったまま変わらないことがあります。どちらも冷え性とは直接的な関わり合いが薄いので、1週間経って硬くても別の原因だということで、マッサージは続けてください。次に足の血行を良くするには、強く血行を良くしたい場合は立ったままつま先立ちをしてかかとからゆっくり下ろす。この動きを続けてください。立っているのが不安定、こてるのが心配な方は椅子に腰掛けて足首をヒールを履くようにかかとを上げて、かかとをまた足首をぐるぐる回していくのも一つの方法です。横になっている時に足首の運動をするのも有効です。日常生活で使いやすい形で応用してください。この他に毎日気をつけてほしいのは、冷たいものを極力避けてください。水を飲む時も常温で飲むように。温かいものを飲む方がよりいいと思います。時間がある方は朝に太陽を浴びてください。服の上からでいいので、背中全体に太陽が当たるように太陽に背を向けて歩くと背中がポカポカ暖かくなっています。一日中クーラーに使っている方は朝の日光浴はおすすめします。器具が必要ですが、足が入る大きさのバケツが必要ですが、バケツにお湯を入れて足を温めるのもとても有効な方法です。血圧が高い方も足湯をすると血圧を上げずに体が温まりやすいので、高血圧気味の方でお風呂に入りにくい方は足湯も合わせて実践してみてください。あとは姿勢にも気をつけてください。背中を丸めるとお腹に圧力がかかり血流が悪くなりますので、お腹が冷えやすくなります。物質的に動きを止めないように、温度差で冷たいものを飲んで温度差で冷やさないように、クーラーに入っている方は体を効率よく温めるなど、
ツボやマッサージの方法以外にも体を温めるようにしてください。マッサージをするのなら軽く揺らしてください。毛細血管レベルで血流を移動させるので、強くマッサージをすると逆効果です。毛細血管を意識して軽く揺らす、または軽くさするようにしてください。リンパに流すのであれば、顎のラインに軽くなぞるように持っていって、そこから耳の前、そして耳のとこからは首に流してください。強くマッサージをすると早く楽になるような気がします。実際若い方はむくみが早く取れてすっきりしますが、これを続けていくとコラーゲン繊維などが壊れやすいので、年をいくとたるみやすくなることが簡単に予想できますので、できれば軽く弱めの刺激を回数多く行う方が、長い目で見て顔の老化を遅らせることにつながると思いますので、無茶なマッサージは控えた方が僕はいいと思います。目的をしっかり持って、例えばくすみであれば毛細血管レベルなので、毛細血管を意識する。毛細血管というのはこの素肌のすぐ裏にあるので、浅いところに刺激を送る、そのように解剖学的に理にかなったマッサージの方法を取り入れてください。お腹が冷えることでいろいろな症状が起こりますが、その方は下腹部が冷えて上半身が熱っぽくなって体温が分離しているような状態でした。冷えになる原因は様々あるので、ここでは言及しませんが、お腹が冷えてしまうと腸からの栄養吸収や消化液の分泌、お腹の動きで便通が遅くなる、悪くなるといった症状が出やすくなります。栄養が吸収されないので、体を循環している血液の質が低下します。同じ血液の量が末端の肌の毛細血管に届いても、質が悪いために肌の毛細血管レベルでの代謝が低下すると考えられます。それで顔が黒くくすんでしまう。伝統医学ではそのように解釈しています。今日の内容が役に立ったと思ったら、評価とコメントをお願いいたします。最新情報をいち早くあなたにお伝えしたいので、チャンネル登録がまだの方は写真をタップして登録をお願いいたします。またその際には通知設定をオンにしておくと、いち早くメールでお知らせが届きます。合わせてご利用になってください。あなたの美容とエイジングケアに役立ててください。また次回このチャンネルでお会いいたしましょう。